冬になると結露で窓がべちゃべちゃ、掃除が大変、窓を閉めているのに外の音が気になる、子どものピアノの音、ペットの鳴き声、近所に迷惑じゃないかしら。でも窓のリフォームって壁を壊したりなんだか大変そうだし、こんな窓に関するお悩みを抱えているそこのお客様、全て解決できる商品があるんです。それがこちら、リクシルのリフォーム窓インプラスでございます。その3、インプラスで防音、1分間でご紹介。窓を閉めているのに外の音が気になる、子どものピアノの音、近所に迷惑じゃないかしら。そんな窓のお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。今ある窓の内側にインプラスを取り付けるだけ、二重の窓で空気の層を作るから。いきますよ。さあ皆様ご注目、インプラスを閉めるとほら静かになりましたよね。外の音が気になる方、家の中の音が外に漏れていないか気になる方、今ある窓はそのままで内側にインプラスを取り付けるだけ、時間は最短1時間、防音効果はもちろん結露も軽減するんです。窓に関するお悩みはリクシルのインプラスにお任せください。